川上浩介のタイラタイムズ。今回はこのカメラを使って選手たちの裏側に密着していきたいと思います。それでは行きましょう。お休みのところ今大丈夫ですか？大丈夫っすよ。川上浩介のダイナタイムズということで、選手の素顔に密着したいと思っていたので、ちょっとお話聞かせてもいいですか？噂で聞いたところ、はい、ダンスがすごい得意っていう噂を聞いたんですけど、ちょっとだけ見せてもらえますか？それは、まあ、あの衣装もいい感じなんで、はいはいはい、ちょっとだけ10秒15秒ぐらいで、10秒15秒、はい、まあ、だいたい次もあるの、よくあのシャックルダンスっていうのがあるので、それをやらせてもらいます。次行きます。あ、はい、次でお願いします。こんにちは。おはよう。今インタビュー大丈夫ですか？最近のネッティの趣味は？赤ちゃんが遊んでます。あ、最近男の子が生まれたんですよね。はい。やっぱ可愛いですか？最高、最高です。やっぱラグビーも頑張れますか？そう、もうモチベーションも上がります。で、新しい車も買いましたね。やめて。今年の目標をお願いします。ディビジョン2に入れ替え順位ないよ。ディビジョン1でしてよって残るように頑張ります。ファンの方々に向けて一言お願いします。これからもみんな頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうね、ティン。はい、早く行ってよ。こんにちは。こんにちは、西村です。センターやってます。何歳ですか？7です。カブレガキングです。バトルをやってます。24歳です。みんな気になるのが、なんで2人とも日本語喋れるかなっていうのが気になると思うんで、どうやって日本語を覚えましたか？じゃあプランから。どうやって勉強です。日本に来たのは2011年の5月らへんす。大学で？高校からす。高校はどこ高校ですか？日本航空石川で、電理大行って、セコム、セコム行って三菱です。お、じゃあキムは？自分は天才だからね、すごい頭が良くて、すぐ日本語を覚えます。日本に来て何年目ですか？今年はちょうど5年目ですね。もう日本語でネタも言えるぐらいのレベルですよね。そうですね。やってみましょう。一番最初覚えた日本語、LINE 教えてください。らしいです。一番最初は日本語、電話番号ください。ファンの方々に向けて一言。頑張りますんで、覚えるのをよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは。高橋選手。やば。高橋選手。はい。ちょっと今いいですか。はい。これはラグビーっていうのも、はい、もっと私生活の方が聞きたいんですけど、はい、最近ハマってること。最近ハマってること。サーフィンにハマってます。噂によると、はい、ボードを何本も持ってるって噂なんですけど、ちょっと買いすぎました。川上浩介って言われる先輩がいて。ちなみに、あの、初めて何ヶ月で何本買いました？はい、初めて2ヶ月で3本買いました。総額は？総額は18万円。18万円、はい、結構もらってますね。もらってます。こんにちは。何ですか？今インタビューですか？何、はい、ですか？今年の抱負。今年の抱負、ここでいいですか？ここで、頑張ります。いや、そのなんかフッカーも何人もいるんじゃないですか？あ、はい。どう頑張ります？どう頑張る？一番ハードワークして、セットプレーも、はい、フィールドプレーも頑張りたいなと思います。こんにちは。
こんにちは。ちょっとインタビューさせてもらってもいいですか。はい。出身は？出身は愛知県名古屋市です。で、その前のチームはどこでやられてたんですか？大学を卒業して、1年間愛知教員クラブでプレーしてました。今、独身という噂なんですけど、今まで彼女とか、今までいないです。今までいない？はい。本当ですか？はい、24年間いないです。今、恋はしてますか？恋は、してないです。してない？してないです。誰かに紹介してもらえる？はい、紹介してもらえる。もし、じゃあカメラを通して、誰か紹介で、中心みたいな感じでですか？あ、彼女募集中です。紹介してください。皆さんよろしくお願いします。大島選手。こんにちは。そんな急に。今大丈夫ですか？はい、大丈夫です。家族は？家族は嫁と子供が2人います。めちゃ可愛いですもんね。めちゃめちゃ可愛いです。出来合いですもんね、最近。はい、そんな新米パパの最近の趣味は？最近の趣味は上の子供が銭湯が好きなんで。子供が銭湯好き？銭湯好きなんで。銭湯って温泉の方？温泉の方が好きなんで、いつも温泉に行って火曜日の夜練習後行ってますね。あ、それが最近楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、突撃。え、柴田選手、今回はコスチュームを。これ何のコスチュームですか？使いにくなった、急に。終わりです。使いにくなった。じゃあ、女の子のタイプ。お、笑顔が可愛い子です。だけ？それだけ？ロングです。ロングヘア。はい、ロングヘア。金髪です。奥平美桜君、出身大学は？関西学園大学で、川上浩介さんの後輩です。名門生、西野慶応。はい。噂ではハト出せるみたいな。ちょっと、もう準備できた。もう、マリシャンやから、マリシャン。あ、そう。じゃあ、ちょっとハト出します。いきます。3、2、1。ありがとうございました。ハトだ。ハトがいる。皆さんいかがだったでしょうか。僕も突っ込んだ質問をしすぎて、ちょっと多分たくさんの選手のコメントがカットされてると思うんですけど、三菱重工スポーツチャンネルのいいねと高評価一緒か、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。